アップルインクはカリフォルニア州クパチーの日本社を置くアメリカ合衆国の多国籍テクノロジー企業であるデジタル家庭電化製品ソフトウェアオンラインサービスの開発販売を行っている11月19日時点での時価総額は約296兆円で世界1位ハードウェア製品として iPhone、iPad、Mac、Apple Watch iPod などの開発及び販売を行っている。ソフトウェア製品としては、Apple Music、Apple TV、Apple Arcade、Apple Podcast、Apple Books、App Store、iTunes など広範囲のデジタルコンテンツ販売などを行っている。また、iCloud などのクラウドサービスも提供している。Apple の全世界での年間収益は、 2020年度には2745億ドルとなった。アップルは売上高で世界最大のテクノロジー企業であり、2021年現在では世界で最も価値のある企業である。販売台数で世界第4位のパソコンメーカーとなっており、世界第4位のスマートフォンメーカーでもある。2018年8月、アップルはアメリカ合衆国の上場企業として、 初めて時価総額1兆ドルを超え、そのわずか2年後の2020年8月には、米国企業として、初めて時価総額2兆ドルを超えた。アップルは、2021年時点で14万7000人の正社員を雇用し、25カ国に511の直営店を展開している。また、同時期のアップル製品利用台数は、全世界で16億5000万台以上である。 アップルキャンパスアップルは1976年4月1日にスティーブ・ジョブズ、スティーブ・ウォズニアック、ロナルド・ウェインの3人で設立され、ウォズニアックが開発したパーソナルコンピュータ、アップル・アイを開発、販売していたが、ウェインは12日以内に自分の持ち分をジョブズとウォズニアックに売り戻した。ジョブズのガレージは製造したコンピュータの動作確認や納品のために使用されていた。 1977年1月には、アップルコンピューターとして法人化し、アップル2をはじめとするコンピューターの販売が急速に拡大した。1984年の初代マッキントッシュに代表されるように革新的なグラフィカルユーザーインターフェースを採用したコンピューターを次々と出荷した。マッキントッシュは当初成功していたが、IBM のシェアを追い抜くことはできず、 ジョブズは、経営陣や、取締役会との関係が悪化し、1985年に、マッキントッシュ部門から解任されアップルを辞任した。同年、ウォズニアックは名誉社員のママエンマンにアップルを退社した。その後、ジョブズは、アップルの一部の同僚を連れて、ネクスト社を設立した。1990年代に入り、パソコンの市場が拡大。 発展していく中で、アップルは、インテルの CPU にマイクロソフトの Windows を、搭載した、低価格帯の製品に押され、シェアを失っていった。取締役会は、ギル・アメリオを CEO として起用し、レイオフ、経営陣のリストラ、製品の絞り込みなど、財政的に問題を抱えた会社を立て直そうとした。アメリアは失敗した、OS 戦略を解決しようと、 1996年12月にアップルがネクストを買収、ジョブズを呼び戻した。ジョブズは1997年9月に暫定 CEO に就任した。アップルはシンクディファレントキャンペーンを展開し、iMac の販売で黒字化を達成した。2001年には iPod の発売、直営店のアップルストア開店など、アップルブランドを再構築した。 2007年にはデジタル家庭電化製品への注力を反映させ、社名を Apple に変更した。また、同年に iPhone を発売し、高い評価と経済的成功を収めた。2011年8月、ジョブズは健康上の理由で CEO を辞任し、ティム・クックが CEO に就任した。その2ヶ月後、ジョブズは死去した。スコット・ギャロウェイの著書。 ザフォー、ザヒドゥン DNA オブアマゾン、アップル、フェイスブックグーグルの翻訳本に日本独自で付けられたタイトル、ザフォーガーファ4騎士が作り変えた世界から、ガーファという呼称でまとめて呼ばれ、アマゾン、フェイスブック、グーグルとと共に世界的な巨大企業の一つであるとの認識が広がっている。コンピュータ歴史博物館に展示されるアップルアイ。アップルアイは、 剥き出しのマザーボードとして販売され、使用するには、キーボードモニターを用意して組み立てる必要があった。1975年、大学を中退し、当たりの技術者として働いていたスティーブ・ジョブズと、その友人で、ヒューレット・パッカードに勤務していたスティーブ・オズニアックは、シリコンバレーのコンピュータマニアによる、ホームブリューコンピュータクラブの会合に頻繁に参加していた。ズニックは、 当時、HCC で高く評価されていたインテル8080 80の代わりに、安価な MOS6502 を処理装置とするコンピュータの自作を開始し、1976年3月までに、Apple i の原型となるマシンを独力で完成させた。ウォズニアック自身は、マシンの回路図を HCC で無料配布することを望んでいたが、 ジョブズはその商業的可能性に興味を抱き、このコンピュータを利用してビジネスを始めるべきだと訴えた。二人は当初、それぞれの勤務先である HP とあたりにマシンの製品化を提案したが却下されたため、自ら起業してプリント配線版の製造、販売を行うことにした。1976年4月1日、ジョブズとオズニアックに ロナルド・ウェインを加えた3人は共同でアップルコンピューター・カンパニーを創業した。当たりで製図工として働いていたウェインは株式の10%を持つことを条件としてジョブズに誘われ会社に加わった。ウェインはアップル社の最初の製品であるアップルアイのマニュアルを作成したほかリンゴの木とアイザック・ニュートンが描かれた最初期のロゴマークをデザインした。 1977年、スティーブ・ジョブズからの依頼により、ロブ・ジャノフがかけたリンゴのロゴマークをデザインした。個人以外の販路を求めたジョブズは、マウンテンビューのコンピュータ店、バイトショップの経営者、ポール・テレルに、アップル・アイを売り込んだ。強い興味を持ったテレルはすぐに、アップル・アイを50台注文し、納品時に1台につき500ドルを現金で支払うと、約束したが、 テレルが注文したのは、アップル i のプリント配線版ではなく、パーツがすべて装着済みの完成品だった。手持ちの資金では、必要な数の部品が購入できなかったため、ジョブズラは、部品サプライヤーを説得して30日間の支払い猶予付きでパーツを購入し、懸命な作業で29日後には50代のアップル i を完成させ、 テレルの店に納品して約束の代金を受け取った。アップルアイは1976年7月から希望小売価格666.66 66ドルで市販され、最終的に約200台が製造された。創業者の一人であったウェインはジョブズの野心的な経営方針に不安を抱いたため、800ドルを受け取って所有する株を放棄し、 1976年4月12日にアップルを実施退社した。1979年6月に登場したアップル2プラス。同年10月に発売されたアップル2専用表計算ソフトビジカルクの大ヒットは販売を大幅に増加させた。テレルとの取引で手応えを得たジョブズは事業拡大を望み、そのために多額の資金が必要となった。 ジョブズはセコイアキャピタルの創業者ドン・バレンタインに会って融資を求めたがバレンタインはアップルコンピューターへの投資に興味を持たず代わりに自分の元部下で個人投資家として財を成していたマイク・マークラを紹介したマークラはジョブズの野心とオズニアックの技術的才能に心を動かされ1976年11月からアップルに加わったマークラは 自分の個人的資産から9万2000ドルを投資した、ほか、バンクオブアメリカから25万ドルの信用供与を確保した。1977年1月3日に法人化され、アップルコンピューターとなった。マークラは、アップルの成長には、経験豊富な経営者が不可欠と考え、ナショナルセミコンダクターから、 元同僚のマイケル・スコットを引き抜いて、初代社長兼 CEO の座につけた。スコットは1977年2月からアップルでの仕事を始め、社員番号を入れた、社員証を発行するなど、会社をより組織的にするための施策を実行した。他方、ウォズニアックは、アップル i の改良を着々と進めており、1976年8月末の、 時点で後継機となるアップル2のプロトタイプを完成させていた。アップル2は1977年4月16日にウェストコーストコンピュータフェアで発表され、小売価格1298ドルで発売された。アップル2の販売は当初から好調だったが、1978年7月に発売された専用フロッピーディスクドライブ、ディスク2と、 1979年10月に発売された専用の表計算ソフトビジカルクが大ヒットを記録しアップル2の販売台数が大幅に増加した1980年には設置台数で10万台1984年には設置ベースで200万台を超えアップルに大きな利益をもたらした1980年に発売された アップル3。純正モニターのアップルモニター3を上に乗せている。1983年に発売されたリザ。当時としては先進的な機能を装備していたが価格の高さから商業的には失敗した。1980年12月12日、アップルコンピューターは新規株式公開を行い、1956年に自動車会社フォードが行った。 IPO 以来となる記録的規模の資金調達を果たした。この IPO により、ジョブズは約2億5600万ドルの個人資産を手に入れた。株式公開に先立つ1980年5月、アップルはビジネス向けに特化されたアップル3を発表し、巨大企業 IBM に商用コンピュータ市場で挑戦を仕掛けたが、 4347800ドルという価格設定の高さとハードウェアの設計上の欠陥が災いし、アップル3は極度の販売不振に陥っていた。他方、IBM は1981年8月に IBM PC を発表してパーソナルコンピュータ市場へ参入し、アップルと IBM の競争は激化した。 ジョブズは1979年12月にゼロックスのパロアルト研究所を見学しており、そこで見たマウスによって操作される先進的なグラフィカルユーザーインターフェースに強い印象を受けた。ジョブズは当時アップルで開発中だった次世代コンピュータリザにパークで目にしたような GUI を実装することを決意し設計への介入を強めたがリザプロジェクトは ジョブズの過剰な介入によって混迷することとなり、ジョブズは、スコットら経営陣の判断で1980年9月に、リザの開発チームから外された。1981年、ジョブズとの対立を深めたスコットは、社長兼 CEO を辞任することとなり、同年7月にはアップルを去った。1981年3月からは、マークラが暫定的に、 CEO となっていたが、ジョブズは、スコットの後任として、マーケティングに優れた経営者を連れてくる必要に、迫られた。1983年、ジョブズは、ペプシコーラからジョン・スカリーを引き抜いて、アップルの新 CEO につけたが、スカリーを説得する際に、ジョブズが用いた、このまま、一生、砂糖水を売り続けるげなのか 世界を変えるチャンスにかけてみる気はないのかというフレーズは後に有名となった。他方、開発の遅れたリザは1983年1月にようやく発売された。アップル3の販売不振が続き、主力製品であるアップル2も次第に IBM PC にシェアを奪われる中で、GUI やマウスなど革新的機能を備えるリザへのアップルの期待は、 大きかったが、9995ドルという極端な、高価格とソフトウェア互換性の欠如がユーザーを遠ざける結果となり、リセは、アップルスリーと同じく商業的な失敗作に終わった。1984年に発売された、初代マッキントッシュ。1980年秋に、リザの開発チームから外された後、ジョブズは、 ジェフラスキンが立ち上げた新型コンピュータ、マッキントッシュのプロジェクトに参画した。マッキントッシュの開発は1979年9月に始まり、1000ドル程度の安価な一般向けコンピュータというコンセプトの下で進められていたが、ジョブズはリザに匹敵する GUI を持つ高性能なマシンへの方向転換を主張し、性能よりも 価格の抑制を重視するラスキンとは激しく対立した。最終的に、ラスキンは、ジョブズとの争いに敗れて1981年1月に、プロジェクトのリーダーを降りることとなり、1982年3月には、アップルを去った。リザプロジェクトに強い対抗心を抱いていたジョブズは、マッキントッシュの開発を、アップル本社とは、独立したプロジェクトとして推し進め、 海軍に入るより、海賊であれなどと解いて開発メンバーの連帯感と、反骨精神を鼓舞した。長い開発期間を経て、マッキントッシュは1984年1月24日に発売された。2日前の1月22日には、第18回スーパーボールの放送で、リドリー・スコットによる有名なテレビ CM、1984、ガオンエアされており、マッキントッシュには、 大きな注目が集まった。アップルによって、ザコンピューターフォーザレストオブアスとして打ち出された、マッキントッシュは、一般向け PC としては初めてマウス操作による GUI を搭載しており、当初はメディアからの賞賛を浴び、1984年4月末の時点で5万台を売り上げるなど販売も非常に好調だった。しかし、 2495ドルという価格が一般向け PC としては高額であったことと対応ソフトの不足が災いし発売から数ヶ月が過ぎるとマッキントッシュの販売は停滞し始め開発担当者であるジョブズとスカリーラアップル経営陣との関係も悪化したスカリーはジョブズをマッキントッシュ部門からおろすことを決定し1985年4月には 取締役会から全会一致の承認を得た。この決定に反発したジョブズは、スカリーが中国に出張する暇に彼を解任することを画策したが、スカリーは、フランス法人のトップである、ジャンルイガー製から事前に、ジョブズの計画について知らされ、出張をキャンセルし重役会議で、ジョブズと対峙した。会議では、 その場にいたアップルの重役の全員がスカリーへの指示を表明し、その後取締役会もスカリーへの指示を表明したため、ジョブズは1985年5月31日にすべての業務から外され、何の実験も持たない会長職を与えられた。1985年9月、ジョブズは当時所有していたアップルの株を一株だけ残して、 約650万株をすべて売却し、ネクスト社を創立した。それと同時に、スカリー宛に郵送で、辞職願いを提出し、会長職も辞任した。2010年の記事で、スカリーは一番後悔していることとして、ジョブズを辞任に追い込んだことを挙げている。ウォズニアックもまた、別の事業を始めるため百八十五年、前半にアップルを離れていた。その際、 ウォズニアックはアップルがアップル2部門を礼遇してきたことへの不満を表明し、会社が過去5年間ずっと間違った方向に進んでいると述べた。ジョブズとウォズニアックが去った1985年、アップルはマッキントッシュ向けにキャノンと共同開発したレーザープリンターであり、出資先のアドビシステムズが開発したポストスクリプトを搭載したレーザーライターを発売し、 コンピュータ上で描いた文字や絵を出力する際に、ドットの荒いディザを表示させることなく、綺麗なアウトラインで出力することを可能にした。また、アルダス社の開発したペメーカーとマッキントッシュ、レーザーライターを組み合わせることで、DTP という市場を創造した。成功なタイポグラフ機能を備えていたマッキントッシュは、DTP 用コンピュータとして圧倒的な人気を博し、アップルは、 初期の DTP 市場を事実上独占することに成功した。ジョブズに代わってマッキントッシュ部門のトップに立った学生は55%の利益率という目標を意味する55可視化というスローガンを掲げてマッキントッシュ製品の値上げを実行し1980年代後半のアップルで高価格高利益率路線を推し進めた。 高価格で販売されたマッキントッシュ2などの新型モデルは高い利益率を提供し DTP 市場での人気を背景に当初は売上高にも減少は見られなかった。さらにアップルは外部のソフト会社に Mac 用のソフト開発を説得する職種であるエヴァンジェリストを作り外科は先らを任命した。ニュートンメッセージパッド2100と初代 iPhone スカリーは マッキントッシュ以外に、アップルの柱となる製品が必要だと感じていた。スカリーは、コンピュータの未来像として、ナレッジナビゲーターというものを描いていた。これは、コンピュータが、ユーザーの優秀な秘書をこなし、言葉や簡単なリモコン操作のみで自由自在に、操れるというもので、この後の予定を教えてくれたり、電話を取り継いだり家にいながら、会議を行ったりすることができる。 アップルは、ナレッジナビゲーターを仮想ではない近未来のコンピュータとして提案した。一方、スティーブ・サコマンは、画星の許可を受け1987年頃には、ニュートンと呼ばれる次世代コンピュータ開発のプロジェクトを開始していた。スカリーは、このニュートンに自身のナレッジナビゲーターを感じ取り、開発に力を入れるようになっていった。1990年、 スカリーは m a c o s 互換機及び、ニュートンの方向性をめぐって、画星と対立することとなる。画星を辞職させた後サコマンも辞任し、スカリー自身は、技術者でないにもかかわらず、アップルの CTO に着任した。ラリー・テスラーが、ニュートン開発責任者となり、携帯情報端末へと、方向転換を行って、1992年、CPU に、 アームを採用し、スタイラスによる手書き認識などを実現した PDA、ニュートンメッセージパッドを発表した。初代、メッセージパッドはシャープと共同開発され、シャープにとっては、後のザウルスのヒットへとつながることとなる。世界初のパーソナルデジタル、アシスタントという概念と共に発表された、メッセージパッドは、ニュートン OS という独創的な OS を採用し、 ペンデバイスで入力した文字をそのままテキスト文書として保存できることが特徴だった。それ以外にもフリーハンドで書いた文字や絵を保存する作業をせずに電源を落としても電源投入後にはそのままの文字や絵を表示させることができ紙のメモ帳にとって変わる新しいコンピュータの方向性を示したものと言える。しかしビジネスとしては失敗した。ニュートンと 並行して、ゼネラルマジックがマーク・ポラットを CEO として、ビル・アトキンソン、アンディ・ハーツフェルドが共同設立者となり、アップルの子会社として立ち上げられた。ゼネラルマジックは、ナレッジナビゲーターを具現化することを目論んだ、ルッキンググラスプロジェクトが1990年、アップルからの出資に加え、AT&T、松下電気産業、モトローラ、NTT、フィリップス、 ソニーの出資や提携を得て、スピンアウトした会社である。出資提携先には、ケーブル &IRS、フランステレコム、富士通、三菱電機、ノーザンテレコム、産業、沖電機、東芝が加わった、1994年に、ソニーから、マジックリンクが発売されたが、携帯情報端末としてのビジネス化は失敗して、方向転換した。 結果、アップルなどの持ち株は売却され、その後、破綻して、知的財産は、ポール・アレンを筆頭とした複数の会社に取得された。Google ググ幹部を経て、米 CTO を務めたミーガン・スミス、Android を開発したアンディ・ルービンや後の、アップル幹部であるトニー・ファデル、ケビン・リンチ、ジョン・ジャナンドレアも在籍していた。ジョブズがアップルを去ったのに前後して、 1985年6月25日に、スカリーとハード担当責任者であった画星宛テに、マイクロソフトのビル・ゲイツから AT、AT&T やヒューレット・パッカード、ソニーなど、有力メーカーに、マッキントッシュの OS をライセンスするべきで、ゲイツ自身もその手助けを惜しまないという内容の手紙が送られた。ゲイツは、自社での OS 開発凍結も考えていたほど、 本気だったようだ。スカリーは OS ライセンスの可能性について調査を指示したが、火星を筆頭にした技術陣からの猛反対を受けて、この提案は闇に葬られた。その後、パソコン用の1 6ビット c p u は、蓄次3 2ビットに移行していく。Apple の採用したモトローラ系では MC、MC68000、MC68020。 MC68030、MC68040 MC と推移していく。モトローラの CPU は最初の m c 6 8 0 0から3 2ビットへ容易に移行できるように設計されていた。アップルはライセンス違反をしているとして、マイクロソフトに対して GUI に対する対価を求めて裁判を起こす。ジョブズが復帰する頃まで裁判は長引き、 その時点ではアップルに対して不利な裁定が下ることになる。しかしその数年前、ゼロックスがアップルに対して同様の裁判を起こし、ゼロックスに対して不利な裁定が下っていることもあり、熱心なマッキントッシュユーザーは複雑な心境を抱いていた。アップルはマイクロソフトのマイクロソフトウィンドウズに対して市場競争を模索する。 これより 68,000K 以外の CPU アーキテクチャへの移行である。その一つ、x 8 6系への移植プロジェクトであるスタートレックが1992年頃にノベルの協力を得て開始される。しかし計画は後述のパワーピシーに専念するため中断され、日の目を見ることはなかった。1992年、スカリーは IBM と交渉し、 同年アップルは IBM とモトローラと組んで新しいパーソナルコンピュータのプラットフォーム開発を発表した。IBMPC とマッキントッシュの経緯からこの共同開発発表は西海岸と東海岸の巨頭同士の歴史的和解とも言われた。新しい PC は c p u にリスクチップであるパワー PCOS として タリジェントアプリケーションとしてマルチメディア開発ツールからいだからなる予定であった。初期のパワーマッキントッシュとなったパワーマッキントッシュ6100技術者が休暇中に趣味で作り上げた68000系エミュレータの出来が良く、またタリジェントの開発は困難を極めたため、1994年パワーピシーと 68LC040 エミュレータを搭載し、 従来の6 8 0 0 0のバイナリープログラムの動作も可能なパワーマッキントッシュシリーズを発表する。それまでの上位機種であったクアドラをベースにしており、メモリに72ピンシム、拡張スロットバスにヌーベスを採用するなど、ハードウェアの互換性も測られていた。しかし当時の MacOS はバグが多く、たびたびエラーやフリーズを起こし、快適さと、 相反する不安定さも兼ね備えていた事実は否定できない。MacOS 7.6までにはその不安定さは解消され、その後次第に信頼性は向上したが、MacOS 9.2に至るまで100%のパワー PC コードで作られた OS とはならず、メモリ保護もない脆弱さもそのままであった。これらの問題が完全に解消されたシステムは2001年の mac OS 10の登場まで待たねばならなかった。1994年にアップルはモトローラ IBM などにマッキントッシュのライセンスを与え互換機ライセンスを開始する。1995年にパワーコンピューティングとパイオニアが初の mac OS 互換機を発表するとアキア UMAX、ラディウスなどが続々と参入した。しかし、PC、 AT 互換機からの市場奪還は進まず、互換機がマッキントッシュのシェアを侵食するという結果となった。1995年後半になると、マイクロソフトは Windows95 を販売開始する。Windows95 はマッキントッシュに似た GUI を搭載し、従来の MS DOS 上の Windows3.1 では、なし得なかったデスクトップ環境とフォルダ管理の GUI 化を果たした。様々な面で DOS のしがらみを依然として引きずっていた Windows95 ではあるが、操作性が3.1以前に比べて大幅に向上したことにより爆発的にヒットし、時期 OS であるコープランドの開発に手間取っていたマッキントッシュの深刻な脅威となった。後に公表されることとなるが、3マイクロシステムズとは1988年、 頃から合併交渉を行っていた。1990年には、ほぼ合意に達していたが、アップルが IBM とモトローラとの提携を発表した、ことで白紙に戻ってしまった。その後も AT、AT&T やコダックと交渉を行うが、企業風土の違いでまとまることはなかった。ニュートンや政治など、マッキントッシュに力を注いでいない、スカリーの行為に、 アップルの取締役会は、不審の目を向けるようになった。1993年に業績が、大幅に悪化すると、1993年6月18日、ストックオプションなど、約1000万ドル相当の退職慰労金を手に、スカリーは CEO を退任し、アップルのヨーロッパ市場で功績を上げていたマイケル、スピンドラーが新たな CEO に就任する。 スピンドラーの仕事はアップル本社を高く売ることだったとも言われている。1994年は低価格マッキントッシュのパフォーマシリーズを増産してクリスマスシーズンを迎えたがスピンドラーはこの需要予測を大きく外すこととなる。リサーチ部門とセールス部門、さらには開発部門までもがそれぞれ大きく対立していたことと市場では パワーマッキントッシュなどのハイスペックマシンの需要が高かったにもかかわらず、ロースペックで利益率の悪いパフォーマの在庫が日に日に増えていき、需要の高いパワーマッキントッシュやパワーブックが品薄状態で生産が全くもって追いついていないという最悪の結果となった。当時のアップルは内部のいざこざがあまりにも多く悲惨な状態であった。 需要予測を外した上に、スピンドラーの指示を誤解した、セールス部門は、ただでさえ利益率の悪いパフォーマーを赤字でばらまいて売りさばいてしまった。それ以外にも様々な要因が重なり、この四半期で赤字は8000万ドルに達した。その頃アップルは、キャノンと一株54ドル50セントでの買収交渉を行うが、キャノンの社長が休止したことも重なり、 最終的には実現することはなかった。そしてアップルは再び IBM と交渉の場を持つが、IBM はロータス社を買収し、サービスビジネスに会社を方向転換の最中で、アップル買収にはお世辞にも前向きな姿勢とは言えなかった。その上、IBM はどんな買収交渉であっても、結論を出すまでに途方もない時間をかけることが通例で、 交渉に入っても全く落とさたがないということが多い企業である。どんな形であってもアップルを売り出したい取締役たちは、そのあまりにも遅い IBM の動きだけに目をとらわれてしまい、実際の IBM の過去の動向には全く気づいていなかった。最終的には IBM との交渉は決裂してしまい、その後にはフィリップスと一株十六ドルで交渉を行うが、 フィリップスの役員会であっさりと否決されてしまう。1996年1月23日の株主総会でアップル再検索として m a c 互換気ライセンスビジネスの加速と人員削減による提案を行うが株主から辛辣な言葉を浴びせられる。総会後の取締役会で3マイクロシステムズのスコット・マクネリも参加し 最後の買収交渉が行われた。マクネリはアップル1株につき23ドルを譲らず、買収交渉はとんざ。その後の取締役会で、スピンドラーは責任を取らされる形で CEO の座を下ろされた。マイク・マークラを筆頭とするアップルの取締役会は、スピンドラーの公認として、かつて倒産寸前だった。 ナショナルセミコンダクターを再建し、アップルの社外取締役にも就任していたぎる、アメリオ、CEO の座につけた。アメリオは後に、当時の取締役の全員がアップルをどこに売り渡すかということしか考えておらず、アップルを再建することは、微人も考えていなかったと語っている。大のマッキントッシュファンでもあったアメリオは、アップルを売ることしか考えていなかった取締役の、 ほとんどに失望を覚え、アップル債再建の投票となるべく一歩を踏み出した。マッキントッシュの OS は、1984年の出荷以降、システム7まで大幅に強化改良されたものの、基本的な部分はほとんど進化していなかった。1990年代に入ると、マルチメディアやネットワークの時代を迎え、従来はミニコンや、 大型汎用機の OS の機能であったマルチタスク、メモリプロテクション、仮想メモリ、ネットワーク機能を備えたモダン OS が次世代のパソコン用 OS に必要だと考えられるようになった。Apple 社内で未来志向のオブジェクト志向 OS として計画された Pink は最終的に IBM と共同で別会社タリジェントを設立して開発が進められたが 要求仕様だけが膨らみ続け、道半ばで頓挫した。ピンク OS の反省からやり直された新 OS が1994年に発表されたコープランドでシステム 7X 系と互換性を持たせつつ、革新的な GUI、暫定的なマルチタスク機能と暫定的に改良されたメモリ管理機能を提供し、 メモリ4メガバイトの Mac Plus でも動作するほど、コンパクトという触れ込みであったが、その開発は難航し、公開の延期を繰り返した。1996年7月、新たにアップルの最高技術責任者となったエレン・ハンコックは、コ o p ランドが完成する見込みがないと判断を下し、開発の中止を命じた。アップルは、次期 MacOS となる、新たな OS を、 外部から調達することを決定し、候補として、マイクロソフトの Windows NT3 マイクロシステムズのソラリス、IBM の OS2、BE の BIOS などを挙げて、調査と交渉を行った。中でも BIOS こそ、本命と噂されていた。1996年中頃には、BE と Apple の買収交渉が、本格的に始まった。ガセは1億ドルを要求したが、 アップルは5000万ドルと見積もっていた。アメリオはこのビオズに高い関心を寄せていたが、ビオズは未完成で API が整備されておらず、ビオズを買収したとしても MacOS として出荷できるようになるまでには数億ドルの投資と数年にもわたる歳月が必要だと見積もられていた。なかなかビオズの売り込みが進まない BE 社は Mac5 換気メーカーだったパワーコンピューティングに ビオズ開発版である、ビオズプレビューリリースをライセンスするなど、挑発的とも取れる行為をするようになった。1996年の11月頃、公表されてはいなかったが、ネクストは、ハードウェアから撤退し、創業以来初の黒字となっていたものの、経営状態は、良好とは言えず、スティーブ・ジョブズは、ネクストを売却する目論みのもと、IPO を計画していた。 同時期にアップルが時期 OS を外部に求めているという話を知ったネクストのプロダクトマネージャーであったジョン・ランドワーはセールスタント副社長のミッチ・マン・リッチから指示を取り付け彼から指示されたチャンネルマーケティングマネージャーのギャレット・ライスは最初はジョブズに何も言わずアップルに電話してエレン・ハンコックに打診折り返しの連絡を受け その数日後の11月26日にネクストにアップルのエンジニアが派遣されて会議を行ったせいにその日ジョブズはアップル役員とハンコックに対してオープンステップとネクストステップを売り込んだジョブズは12月上旬に1985年以来初めてアップル社内に入りアメリアラ首脳陣と話し合った12月10日にはビオズとオープンステップの 比較プレゼンテーションがあったが、勝利を確信していたガセイがほとんど事前準備をしていなかったのに対し、周到に準備をしたジョブズがカリスマ的なプレゼンテーションを展開し、ガセイは破れ去った。12月20日にアップルがネクストを4億ドルで買収することを発表し、時期 OS の基盤技術としてオープンステップを採用すると発表した。 20周年記念マッキントッシュ1997年2月に正式にネクスト買収が成立しアメリオの要請もありジョブズはアップルに非常勤顧問という形で復帰したこの時アメリオからプレゼントされた20周年記念マッキントッシュを窓から投げ捨てたという噂がまことしやかに囁ささかれたアップルに復帰したジョブズは同年6月には一度は アップルの先行きを悲観し、株式を手放したが、経営混乱の責任を取る、要、取締役を巻き込み、アメリオを追い詰める。同年7月9日に、アメリオとハンコックが辞任に追い込まれた後は、執行副社長兼 CFO のフレッド D ・アンダーソンが短期間を暫定的に、経営を行い、その間にジョブズは復権していった。アメリオの辞任に伴い、 取締役会はジョブズに CEO 就任を要請したが、ピクサー CEO として多忙であることを理由に彼は、これを拒否して、責任がそれほど大きくない一時的なことであれば構わないと言い、1997年9月には暫定 CEO に就任した。一方、アメリオによるリストラは、この頃ようやく成果を上げ始めていた。膨れ上がった研究開発費や、 一般管理費は大なたを振るわれ、経費4億ドルと従業員4100人が削減されていた。複雑になっていた Mac のラインナップもパフォーマーを止めるなどで整理されつつあった。低迷を続けていたニュートン事業を別会社に分離し、Apple 本体はマッキントッシュに集中できるようになった。ジョブズが暫定 CEO になった時点での赤字は10億4000万ドルで、 大胆な業務縮小やリストラなどを強行しなければ、一時は、あと90日で倒産という間際であった。ジョブズは、その思惑通りにことを進めていく中で、指揮を上げるため従業員のストックオプションの引き下げを、取締役会に提案した。しかし、取締役会がこれを否定すると、ジョブズは、取締役全員に辞任を迫った。結局、マイク・マークラを含む、 取締役人は、そのほとんどが辞任することとなる。代わりに、オラクルのラリー・エリソン、インチュイットのビル・キャンベルらを、社外取締役に迎え入れ、取締役会はほぼジョブズ寄りのメンバーに、再構成された。これに前後し、CFO のフレッド・ d アンダーソンを除いて、1997年中に、CEO や CTO 以外にも、 ATG 閉鎖やイメージング部門などの事業整理と、ともに、多数の幹部が、アップルから離職した。COO 兼セールス担当イブップのマルコ・ランディ、COO のジョージ・スカリス、マーケティング担当、SVP のサジーブ・ブチャヒル、マーケティング担当、SVP のゲリーノ・デ・ルーカ、ソフトウェア担当、SVP のアイク・ナッシ、デベロッパー・リレーションズ担当 VP ハイディ・ローゼン。 セールス担当、SVP のジョン・フロイ・サンド、パワー。マッキントッシュ担当、SVP フレッド・フォーサイス、チーフ・エヴァンジャリスト、アップルフェローのガイカワサキ、ATG 担当 VP のドナルド・ノーマン、ATG 解散後のテクノロジーグループで短期間の、VP だったリチャード・ル・ファーブル、研究開発担当 VP 兼、チーフ・サイエンティストのラリー・テスラーなど。ジョブズは、 同年8月、マイクロソフトと特許のクロスライセンス及び、業務提携を結んだ。アップルは、ネトスケープナビゲーターに代わり、インターネットエクスプローラーを標準ウェーブブラウザとして、バンドルすることと引き換えに、マイクロソフトは、マイクロソフトオフィスを、マッキントッシュ用により一層最適化させ、さらにマッキントッシュ版と Windows 版を、同時リリースするということである。 さらにマイクロソフトはアップルに対し1億5000万ドルの出資を行った。そして、ボストンで行われた1997年のマックワールドコンファレンスエキスポでは、ジョブズの基調講演の最中に、ゲーツがスクリーン中に登場し、それらの提携を発表することとなる。歴史的和解ともとれる、このコンピュータ業界の大物同士の両者の演出は、 発表された提携内容よりも話題性の方が大きく報道され、関心の深いものには良くも悪くも波紋を呼ぶ結果となった。1997年9月にリリースされた MacOS8 は久々の大ヒットとなり、Mac ユーザーの間に広く受け入れられた。コープランドプロジェクトやその次のガーシュウィンのコンセプトさえも、 はるかにしのぐ NEXT の OS 技術を手に入れたことで、MacOS の全身的改良を進めるという開発方針が順調に進み、1998年には MacOS 8.1を挟んで MacOS 8.5、1999年には MacOS 8.6、MacOS 9とメジャーアップデートとマイナーアップデートが交互に半年ごとにリリースされた。 これらはアメリオ、ハンコックによるプランをジョブズ、テバニアンが踏襲したものである。かねてから開発が進んでいたパワーピシーの新たな製品としては低価格ながら従来のハイエンドチップを上回る性能を持つパワーピシー G さんを発表。モトローラと IBM、Apple の共同開発で進められたこの次世代チップは新たな Mac に搭載され、 パワーマッキントッシュ G3 として発売される。また、G3 の発表と並行して赤字の現況で共食い競争でしかないとされたマッキントッシュ互換機メーカーへの MacOS ライセンスを順次停止していくことも決定した。そのうちの一社であるパワーコンピューティング社を買収し、アップル自身がオンライン直販を行うことを決める。 これが後にアップルオンラインストアとして展開していくこととなる。1997年11月には分離されたニュートン事業をアップルに戻す形で生産した。同じ頃、アップルはシンクディファレントキャンペーンを大々的に開始する。このシンクディファレントでは各界の偉人、著名人を CM に起用し、アップル自身のイメージ転換戦略が図られた。 1998年、パワーブック g 3をの発表。複雑な曲線を多用した斬新なデザインは、従来のパワーブックと一線を画すものであり、ジョブズの製品に対する美意識が現れた初めての製品として、Mac ユーザーの関心を呼んだ。同時期に、アップルのソフトウェア部門の別紙会社であったクラリスを、ファイルメーカー社と改名し、ファイルメーカーの開発。 販売に専念させ、クラリスワークスに代表されるその他のアプリケーションの開発、販売権をアップルに戻す決定もなされる。2000年1月、ジョブズが復帰し業績を上げた結果、2年半でアップルの市場価値が20億ドルから160億ドルへ急上昇した功績で、ジョブズには1000万株のストックオプションとビジネスジェット機ガルフストリーム V の提供が アップルの取締役会により決定されたボディカラーに独自に名付けたボンダイブルーを採用した初代 iMac Jobs は1998年5月にワールドワイドデベロッパーズコンファレンスで iMac を発表するこの iMac はポリカーボネート素材をベースに半透明筐体を採用した製品であったこのデザインの視覚的な訴求力と ボンダイブルーなる青緑のカラーリングに、マスコミはこぞって、賞賛を送ることになる。iMac の存在意義はそれだけでなく、単純明快なコンピュータであることを示すべく、それまでのスカジーインターフェースや RS-422 シリアルポート、ADB などを廃止し、当時の PC、a t 互換機で採用が始まっていた USB を、新たに全面的に採用した。さらに、 ベージュや白だったコンピュータ業界を否定するようにトランスルーセントデザインを採用することでジョブズはこの iMac にも似合う周辺機器が開発されることを見越しておりサードパーティー各社はこぞって新製品や現行品の改訂版として同様の半透明素材を採用した製品を発表したアップルは後にこの iMac の改訂を行い5色になった iMac は キャンディーと名付けられ、色名も、ブルーベリー、タンジェリン、ストロベリー、グレープ、ライムの名称が与えられる。その後もカラーテーマを変えて、人目を引き、それに付随するように、iMacDV では、スロットローディングタイプの DVD ロムドライブを採用したり、パワーマッキントッシュにしか与えられていなかった、ファイアーワイヤーポートを採用したりすることでヒットを、 続け、iMac はアップルに、久しぶりの大きな売り上げをもたらした。iMac の特徴はそれだけでなく、初代マッキントッシュから続く、コンパクトマックの特徴であった、とって、を復活させ、発表時には、iMac の画面にハローと表示させていたことも、アップルの原点回帰を印象付ける結果となった。2017年6月6日、WWDC2017 にて、 マック史上最高性能を誇り、コントローラーとして、Apple T にチップを搭載した新アーキテクチャの iMac Pro を発表。同年12月に発売開始。ラ a p s o d y が、サードパーティーに受け入れられないと判断すると、MacOS で用意されている API のうち、使用頻度の高い命令を抽出し、いくつかの新機能を加えた API カーボンをラ a p s o d y に統合した新 OS。 Mac OS 10への移行が宣言される。ラプソディは暫定的に Mac OS 10サーバー1.0としてリリースされ、PCI バスを持つパワーマッキントッシュで動作した。2000年9月13日には Mac OS 10の初の公開版である Mac OS 10パブリックベータを発表、日本国内では3500円で提供された。新たにアクアを採用し、 MacOS 10サーバー1.0とも MacOS とも全く異なる新しい外観を持っていた。2001年3月24日、MacOS 10初の公式リリースである MacOS 10V 10.0が発売される。G3 以降の Mac を動作対象にしており、オープンステップで評価が高かった、開発環境が標準で付属していた。アクアは、 Mac らしさを重視して大きく改良されていたが、Mac OS9 にあった機能が多く省かれており、動作が非常に遅いという欠点があった。時を同じくして Apple は、マッキントッシュを核に、様々なデジタル機器を連携させる、デジタルハブという構想を打ち出した。2001年9月25日、Mac OS 10V10.1 を公式リリース。 Mac OS X V 10.0の登場からわずか7ヶ月での発売だった。10.0からの無償アップグレードサービスが行われる。動作速度の問題が改善されたほか、10.0に欠けていた様々な機能が追加され、実用的に使える初めてのバージョンとなった。Microsoft、Adobe などから少しずつ対応ソフトがリリースされ始め、先進的ユーザーから受け入れられる。 2002年8月24日、MacOS 10V10.2 Jagger がリリース。動作速度がより向上し、細かい部分の使い勝手に多くの改良が施された。事実上、このバージョンが現在に続く MacOS 10の完成型といえる。このバージョンから MacOS 10のみが起動する Mac が販売された。2003年10月24日、 Mac OS v 10 V10.3 パンサーが発売された。iPod の売れ行きの好調査、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、無線 LAN 環境の普及により、パソコンのデジタルハブ化の流れが定着した。Mac OS 10でも大手印刷会社への入稿受け入れが整ったため、遅れていたデザイン、出版分野への導入が徐々に進み始める。 また、ライセンス使用量の追加がないクライアント、無制限の MacOS 10サーバー搭載の1、U ーサーバー X サーブ導入とディスクレスネットブート、機能が評価され、東京大学、東京女子大学に大量導入された。2005年4月29日、MacOS 10V10.4 タイガー発売。システム内部が大きく進化した。セキュリティ機能が充実し、青空銀行。 神戸大学にネットブート端末として iMac G5 が大量導入された。単体リリースはないが、このバージョンより Mac OS X をインテル対応化した。2007年10月26日に Mac OS X V10.5 レオパードがリリース。300以上にも及ぶ新機能が搭載された。 iPhone のソフトウェア開発を優先させるため当初の予定から発売が延期された。2009年8月28日、MacOS 10V10.6 スノレオパードが発売され、インテル Mac のみをサポートした初のバージョンとなった。Finder QuickTime が全面的に作り直されるなど、システム全般にわたるブラッシュアップが行われるメジャーアップデートながら、 シングルユーザーライセンスは米国で29ドル。日本では3300円と低価格で提供されている。2010年10月21日、MacOS 10 Lion 発表。エクスポーズダッシュボードスペーシズの各機能に統合されたアクセスを提供するミッションコントロールを搭載するほか、ソフトウェア販売サービス Mac App Store やフルスクリーンのウィンドウ表示。 ランチャーローンチパッドなど iOS に由来する機能を搭載。MacOS 10V10.5 レオパード以来の大幅な機能とインターフェースの刷新となる。2011年2月24日には公式サイトにさらなる新機能の説明が追加された。ローンチパッドやエアドロップなどを含む250を超える新機能を追加し、6 4ビットマルチコア CPU のみを サポートする。7月20日に m a c ア p Store でダウンロード販売を開始した。8月17日には USB メモリ版も発売された。2012年2月16日 OS 10マウンテンライオン発表。メッセージやリマインダー、AirPlay をはじめとする100を超える新機能を追加。このリリースより製品名から Mac が外され、単に OS10 と呼ばれるようになった。2013年6月10日、OS10 マーベリックス発表。このバージョンから無償提供になり、マップや iBooks など200以上の機能が追加。このバージョンから実在の地名が使用される。2014年6月2日、OS10 寄せみて発表。 iOS 8や iCloud との緊密な連携を実現させている。2015年6月9日、OS 10L カピタン発表。UI にスプリットビュー、グラフィックシステムに iOS 同様の高速化を図るメタルを導入した。ほか、日本語入力システムやフォントの充実など、日本語環境を強化している。2016年6月13日。 Mac OS シエ a 発表。このバージョンから iOS, t v o s watchOS に合わせた Mac OS という名称に変更された。Mac でもシリが利用可能になったほか、Apple Watch を使用した Mac のロック解除、ストレージの最適化機能などを導入した。2017年6月5日、Mac OS High c a 発表。Apple ファイルシステムや ハイエフィシェンシービデオコーディング、ハイエフィシェンシーイメージファイルフォーマットなどを導入。2018年6月4日、MacOS m o j a v i 発表。ダークモードの追加や、m a c a p Store の大幅なリニューアルなどを導入した。2019年6月3日、MacOS c a t a l i n a 発表。同時に発表された iPadOS との連携や、iOS12 から搭載された。 スクリーンタイムの追加、iTunes の廃止などを導入した。2020年6月22日、初のオンライン開催となった、WWDC において、Mac OS Big スールが発表され、Mac OS バージョン11.01として、同年11月12日に、リリースされた。初代 iPod。大容量のハードディスクドライブを搭載することにより、 ディスクを入れ替えることなく多くの音楽を蓄積することができるようになった。2001年、それまで主流だったフラッシュメモリ型とは一線を隠す大容量ハードディスクドライブ型携帯音楽プレイヤー iPod を発売。当初は価格の高さにより売れ行きを疑問視する声が少なくなかったが直感的な高い操作性と管理ソフト iTunes との抜群の連携機能もあり、 徐々に売り上げを伸ばす。当初は、Mac 版しかなかった iPod であるが、後に、Windows 版の iPod も発売される。その後、Windows 用、Mac 用といった区分けはされなくなり、Windows 向け iTunes が提供された頃から、ヒット商品となる。そして、廉価版とも言える iPod ミニを登場させた、ことで、爆発的にヒットする。さらに2003年には、 音楽配信サイトの iTunes Music Store を開始。2004年には iPod を h ュー l e t Packard にライセンスするなど、携帯音楽市場で、米国を中心に独占的な地位を確保するに至り、既存の音楽産業の構造を根本から変え、タワーレコードや HMV といった音楽 CD ショップが破産、米国の街中から姿を消した。 日本でもソニーのウォークマンを圧倒し2003年以降一貫してデジタル携帯音楽プレイヤーのシェア1位となる iPod mini の後継モデルとして iPod Nano またシャッフル再生というコンセプトをメインに据えることにより低価格化とより一層の小型化を実現したフラッシュメモリ型の iPod シャッフルも発売され人気を博した iTunes Music Store は日本においては2005年8月4日より開始された。登録楽曲数百万曲、1曲150円か200円という低価格で始まり、開始よりわずか4日で100万曲ダウンロードを達成する。ポッドキャストと呼ばれる新しいデジタル配信媒体を構想し、テレビよりも技術革新が進まない。 ラジオのデジタル化に革新をもたらすことが期待されている。iPod が登場した当初は、現状のような大成功を収めると思っている関係者が多かったわけではない。初期には価格の高さ、利用にはパソコンが必須となるコンセプトが理解されなかったことにより、懐疑的な意見が多くあった。しかし2001年前後に Apple が提唱していたコンセプト、 デジタルハブ構想が時期を得て、iPod は、携帯型音楽プレイヤーの代名詞となった。初代 iPhone2007 年1月9日、Apple は新製品 iPhone を発表し、スマートフォン市場へ進出した。同年6月29日米国で発売。iPhone は、高機能携帯電話 iPod、インターネット端末と発表され、マルチタッチスクリーンなど、先進的で、 ユニークなデザインが話題を呼び、世界的な話題となった。当初より、iPhone の OS は、MacOS 10ベースであるとされ、2008年6月には、OS 10iPhone SDK が公開される。2008年6月9日には、第3世代通信企画のアンツ、高速通信の HSDPA や AGPS に対応した iPhone 3G が発表された。 この機種より日本でも発売されている。その後も年1回のペースで改良を重ね、ブランド、売り上げにおいて同社の主力製品となっている。iPad2010 年1月28日、Apple は新製品 iPad を発表し、タブレット分野に進出した。製品発表会において、スティーブ・ジョブズは iPhone と MacBook の間となるものと位置づけていると語った。 また、米国内で発売される、東端末には、iBooks が搭載され、iBooks Store を開設し、電子書籍分野にも進出することを発表した。2012年10月24日の製品発表会で、手のひらサイズに小型化した iPad mini を発表。同時に、iBooks と iBooks オーサーのバージョンアップを発表し、教育現場における iPad 活用をアピールした。 iOS 12までは iPhone と同じオペレーティングシステムを採用しており、多くのソフトウェアは iPhone と互換性がある。2019年6月3日の WWDC2019 で MacOS Catalina と共に iPad 専用の iOS ベースのオペレーティングシステムとして iPadOS が発表された。2011年1月18日。 ジョブズが病気を理由に休職することが発表された。日常業務は、前回同様、ティム・クック・ CEO に任せるが、CEO には留まり、大きな戦略的決定には関与するとしている。2011年8月24日、取締役会に辞表を提出して、CEO を辞任。取締役会の承認を受けて、会長職へ就く。ジョブズが、会長就任後、 CEO は当時 COO のティム・クックが後を継いだ。ジョブズが CEO を退任する8月には、アップルは自家総額で世界トップだったエクソンモービルを抜き、世界最大の企業となっていた。2011年10月5日、スティーブ・ジョブズ死去、56歳没。同日同社の公式サイトでは、すべての言語のトップページに、 ジョブズのモノクロ写真が掲載され追悼を行った。アップルは2011年8月に株式の時価総額で世界最大企業となった後、2018年8月2日に民間企業として世界で初めて時価総額1兆ドルに到達した。その後も業績を伸ばし続けた結果、2020年8月19日に時価総額2兆ドルを超えた。 2014年以降、アップルは IBM とのパートナーシップを結んだことを皮切りに、法人向けのサービスや異業種との提携を相次いで発表。一般消費者向けと、法人向けの両市場で拡大を図る米グーグルや米、マイクロソフトへの対抗を意識し、法人向けビジネスのシェア拡大を推進している。2015年には、米ビジネスコンサルティング大手デロイトとの 法人向け販売の強化、2016年には、ドイツの大手ソフトウェア企業 SAP と組んで、法人向けクラウドサービスへの参入や人工知能の業務への活用、米通信機器大手シスコシステムズの製品と連携可能にするなど、法人市場におけるシェア拡大に取り組んでいる。アップルは2004年から同社の使命として、環境のページを運用してきたが、 2014年に環境への取り組み担当 VP としてリサ・ジャクソンを採用し環境に対する取り組みを加速させ100%を目指し再生可能エネルギーの利用とリサイクルを促進している。米国内ではノースカロライナ州、オレゴン州、ネバダ州、アリゾナ州、カリフォルニア州で大規模な太陽光発電など再生可能エネルギー事業へ投資している。 また、中国での太陽光発電事業を支援、促進し、デンマークに建設中のデータセンターは、再生可能エネルギーだけを利用する。2011年に、スティーブ・ジョブズ前 CEO のもとで進められていた、新本社アップルキャンパス2について、2017年2月に、同年4月より6ヶ月をかけて移転が行われること、名称は、アップルパークと発表した。 2018年2月16日に本社所在地住所のアップルパークへ変更された。アップルキャンパス前全本社所在地。2021年現在も開発拠点エリアである2000年頃の本社キャンパス1993年から2017年までの全本社所在地。2021年現在も開発拠点として健在であり、元々のザ・カンパニーストアは 2015年9月19日からアップルストアのアップルインフィニットループとして生まれ変わって営業を続けている。アップルオースティンキャンパス以前からテキサス州オースティンにはサポートやトレーニングなどを担当するオペレーションセンターがあった。2022年までには10億ドルをかけて拡張したキャンパスで新たに1万5000人を雇用する開発。 サポートの一大拠点となる。アップルのデータセンターは、米国内外に存在している。米国内では、ノースカロライナ州メイデン、カリフォルニア州ヌールク、オレゴン州プリンヌビル、ネバダ州、レノ、アリゾナ州メサにあり、さらに、アイオワ州は受け入れ建設し、2020年稼働開始目標であったが、大幅に遅れ2027年開始を、 目標とされている。また、米国外では、デンマークビボーで建設中である。なお、デンマークアーベンラーでの計画は2019年6月に、アイルランドはラ内での計画は2018年5月に、キャンセルしている。また、アップルは AWS、Google クラウドマ Microsoft Azure をはじめとする他社のデータセンターも、利用しており、中国においては、 グアジョクラウドビッグデータインダストリアルデベロップメントのデータセンターを利用してきたが、奇襲省に最初の自社データセンターを建設し2021年5月より稼働させているほか、第2データセンターが内モンゴル自治区、ウランチャブ市に建設される。アップルはコンテンツデリバリネットワークとして、1999年から赤イやレベル3を中心に利用していたが、 2014年から自社 CDN の運用を開始、併用している。初代マッキントッシュには CEPU として当時のモトローラによる68000シリーズが利用されていた。モジュール構造で拡張バスヌーベースを採用したマッキントッシュ2からは MC68020 など3 2ビット c e p u を利用するようになった。 1992年に IBM とモトローラとの提携したことにより1994年からパワー PC を採用したパワーマッキントッシュシリーズを発売する。当初のパワーマッキントッシュ6100、7100、8100シリーズはヌーベスアーキテクチャを引き継いでいたが1995年夏にはパワーマッキントッシュ7500、8500、 9500シリーズより PCI アーキテクチャに刷新される。プレップ CHRP といった計画の破棄を経てもパワーマッキントッシュ G3、パワーマック G4、G5 と順調に見えた。パワー PC を採用したマックは約束の速度や省電力版のパワー PCG5 が開発されず、パワーブック G5 が出せないことで2006年に終焉を 迎えインテル X86 へと移行し、手始めに iMac や MacBook Pro に Core Duo が採用される。2020年6月、Mac の大きな飛躍を果たすとして、Apple Silicon への移行が発表される。同年11月には、ARM 部8.6ベースの Apple M1 を搭載した、MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini がリリースされた。 マッキントッシュの CPU アーキテクチャの変遷拡張バスの変遷ビーツバイドクタードレーブランドの製品はビーツエレクトロニクスを参照1976年から1977年にかけて使われたロゴ1976年から1998年まで使われたロゴ2003年以来使われている 現行ロゴ1976年4月1日の創業時の社名はアップルコンピューターカンパニーであった。1977年1月3日に法人化されて、以降は30年にわたりアップルコンピューターインクを名乗っていたが、2007年1月9日に主力事業の変化を反映させ、現社名のアップルインクに改称した。 アップルコンピューターという社名の由来については、諸説が存在しているが、ジョブズ本人の弁によれば、この名前は、当時果実食主義を実践していた自分がリンゴ園から、帰ってきた直後に思いついたものであり、言葉の響きとして、楽しげで、元気が良く、威圧的でないと考えて採用したのだという。一方のオズニアックは、この社名はジョブズが提案してきたもので、 真は不明だとした上で、彼は音楽を好んだので、アップルレコードから思いついたのかもしれないと述べている。アップルにとって、最初のロゴマークは創業者の一人である、ロナルド・ウェインがデザインしたもので、リンゴの木に寄りかかって本を読んでいるアイザック・ニュートンを描いていた。しかし、これでは、堅苦しいと考えたスティーブ・ジョブズは、1977年に、 レジスマ・マッケンナ社のアートディレクター・ロブ・ジャノフに新しいロゴマークのデザインを依頼する。最初はモノクロだったが、ジョブズがアップル2のカラー出力を印象付けるためカラー化を指示し、6色の横縞が追加された。横縞のないモノクロのロゴもマニュアル、製品放送などの白黒の印刷物に引き続き使用された。1985年、芸術家で ポップアートの機種として有名なアンディ・ウォーホルはアップルとのコラボレーションにより6色アップルのマッキントッシュロゴマークをモチーフにした作品アップルを発表晩年の代表作である1997年にジョブズが暫定 CEO としてアップルに復帰すると黒のボディに白抜きの大きなアップルロゴを大胆にあしらったパワーブック G3 を発表 続いて1998年に発表された iMac では従来の Apple 製品に長らく採用されていた6色に塗り分けられたロゴは外装には使われず立体的にデザインされた単色ロゴを採用し新生 Apple を人々に強く印象付けた1999年以降は6色ロゴは全く使われなくなり単色のロゴが使用されている その後、2017年に公開された iOS11 では端末内にあるデフォルトの壁紙の中に上記の6色ロゴと同じ配色の斜め線が施された壁紙が7種類用意されている。また、2021年に公開された24インチ iMac のセンチメートルでは最後の Apple ロゴが6色になっている。コンピュータ企業には多い傾向だが、 特にいわゆるインテルに対して挑戦的な CM を制作する。IBM がパソコン業界に参入した時は、ウェルカムと出迎え、ファイル名が8.3形式の文字の制限が緩和された、マイクロソフト i n d o w s 95の発売に対し、広告で C、オンゴーシルンズ W95 と皮に食った祝辞を送り、発熱量の多いインテルチップが高温で燃えるような、 CM も作っていた。そんなアップルの CM でとりわけ話題になったものがある。それは1984年のスーパーボールの試合中に放送された1984である。内容は1984年1月24日、アップルコンピューターはマッキントッシュを発表いたします。そして我々は1984年が 1984年に描かれているような年にならないということをお目にかけましょうというものであった。この CM は映画エイリアンやブレードランナー、ブラック、レインなどを手掛けた監督リドリー・スコットによるものでビッグ・ブラザーなる独裁者を IBM に見立てており闇を支配する独裁者を打ち砕くという内容だった。センセーショナルなこの CM は 数々の賞を総なめにした。この CM は、スーパーボールで一度だけ放映されたものだが、実際には、その話題性から放映後、ニュースなどで繰り返し流されることになり、結果的にアップルは CM 料を払わずに宣伝していたことになる。なお、後に期間限定で蘇っており、同 CM 中では独裁者を打ち砕く女性が iPod を身につけている。 2006年より、アメリカ合衆国及びヨーロッパで、I-I'm, am, A-Mac, I-I'm, am, APC のセリフから始まるゲット、A-Mac と呼ばれる CM を放映していた。それには、カジュアルな服装の Mac 役のジャスティン・ロングと、背広に、ネクタイの PC 役のジョン・ホッジマンとの二人の、ショートコント仕立てで、マイクロソフト・ウィンドウズとの比較広告を行っていた、もので60編以上ある。 他の国では、基本的に、米国版を流していたが、日本とイギリスでは別製作の CM を放映した。日本ではコンセプトを継承しつつ、お笑い芸人ラーメンズを起用したものとなり、内容は、基本的に、米国版を踏襲している。この CM は、米国版のうちの十数編のみのローカライズであるが、いずれも PC のコンピューターウイルスに対する脅威。 マルチメディアへの弱みを皮肉る内容である。アップルによって運営されている直営の販売店及び技術サポート拠点。2018年8月現在、世界24カ国に500店舗以上がある。日本には10店舗が出店されている。2016年、アップルは各店舗の名称からストア表記を削除し、単にアップルとした。 iPhone や iPad を例として挙げた場合、基本的に、キャリアショップでの修理受付は行っていない。その代わり、Apple 製品の正規サポートについて、直営店舗、Apple ストア内にある修理受付の、ジーニアスバー、Apple リペアセンターへの送付、Apple と契約している、Apple 正規サービスプロバイダーで行っている。Apple 正規サービスプロバイダーについては、 修理を担当するスタッフが認定資格を取得していること、アップルが要求する店舗が用意できるなどの基準を満たしており、アップルの保証を使って修理することができる。料金については運営する事業者により異なっている。また、製造終了から5年以上7年未満の製品をヴィンテージ製品とし、一部の国を除いてサポートを終了。 7年以上の製品をオブソリート製品として全ての技術サポートを終了している。アップルジャパン合同会社はアップルの日本法人である。2011年に有限会社アップルジャパンホールディングスから解消した。当初の日本法人は1983年6月21日にアップルコンピュータジャパン株式会社として設立され、 その後1992年2月にアップルコンピュータ株式会社にさらに2007年3月1日にアップルジャパン株式会社へと称号を変更された2011年10月30日にアップルジャパン株式会社はアップルジャパン合同会社を存続会社として吸収合併されて消滅し現行の体制となった設立当初は 赤坂ツインタワービル本館に入居していた。1992年2月から1996年10月までの所在地は東京都渋谷区千田谷。同年11月以降2013年4月までは東京オペラシティタワーに本社を置く。2013年5月7日以降六本木ヒルズ森タワーに本社を置いている。日本での開発拠点として 2015年度に横浜市港未来地区の横浜アイマークプレイス内にテクニカルデベロップメントセンターを設置し、さらに2016年12月には横浜市綱島の綱島サスティナブルスマートタウン内に本格的な研究開発施設となるアップルイトクが完成している。日本法人設立前のアップル2時代は代理店は数社あり。 文京区本号にある ESD、ラボラトリーが、最大手で、BMC インターナショナルなどが日本語マニュアルなどを、作成して販売していた。日本語版 Apple II である J プラスを投入する、際に、Apple 本社は両社を切り、トーレを総代理店とした。数年後、トーレから、Apple Computer Japan 設立委員会に移管し、日本法人が設立されるまで、キャノンの子会社である、 キャノン販売がほぼ総大利店を務めていた。日本法人設立後も、キャノン販売でのマッキントッシュ独占販売はしばらく、続いたが、一般消費者向け量販シリーズであるパーフォーマーシリーズ発売の1993年頃に、大手家電量販店に販路を拡大、マッキントッシュの販売は、こちらが主体となり、キャノン販売は2002年頃までに、 アップル製品を含む一般向けコンピュータ、販売事業から撤退した。1999年12月7日、アップルは iMac や iBook の販売価格を小売店に指示したという独占禁止法の違反容疑で、公正取引委員会から立ち入り調査を受け、2000年10月3日には、独占禁止法違反の疑いで警告を受けている。 画像右上部、Apple 2012年10月追加とある。ありがとうございます。